これから新幹線の車輪作成についてご紹介します。時速320キロで走行する新幹線は、鉄のレールの上を鉄の車輪で走行しています。車輪とレールが接触する面を当面と言います。当面の中で出っ張っている部分をフランジと言います。走行距離を重ねると、当面フランジは摩耗し、形が崩れてしまいます。摩耗した車輪は振動や騒音を発生させ、乗り心地にも影響を与えてしまいます。この摩耗した車輪を車輪旋盤という機械で削り、新品車輪同様の当面フランジに仕上げることを車輪作成と言います。車輪旋盤で車輪を回転させ、丸コマバイトと呼ばれる刃物を押し当てることで、リンゴの皮を剥くように削っていきます。車輪作成をした車輪は、当面や直径などの測定を行い、安全に高速走行ができるかどうかを作業者が判定します。この車輪作成は、台車検査と呼ばれる検査で行われます。台車検査は、新幹線の走行距離80万 km 以内に実施しなければならない検査です。さて、80万 km とは、どのくらいの距離でしょうか。正解は、地球一周が約4万キロメートルですので、地球20周分に相当する距離になります。それでは実際の車輪作成の様子を映像で見ていきましょう。いかがでしたか？以上が車輪作成の紹介となります。高速走行を支える台車のメンテナンスについて少しでも知っていただければ幸いです。
ご視聴ありがとうございました。